73式、大型トラック。73式、大型トラック。73式、大型トラックは、自衛隊で使用されている車両である。製作は、イスズ自動車。1973年、昭和48年により、調達開始。2003年、平成15年度以降納入車両は、製造コストの削減、部品の共通化、民生品の活用の一環から、 正式化対象から除外され、以後の納入された車両の正式名称については、31、2トントラックに変更された。初代モデルは、約40年前に登場し、現在は8代目のモデルが配備されている。2011年に発生した、東日本大震災の際には、他の自衛隊車両が津波による水没で、次々と行動不能になる中で唯一稼働するぞ。 高い耐久性を証明している。隊員間での相性は SKW 大型3トン半、3トン半カーゴなどと呼ばれている。73式大型トラックは人員及び物資輸送などに用いられる汎用キャブオーバートラックで陸上自衛隊の部隊ではすべての職種部隊に配備されている車両である。31、2トンとは 悪路走行時や慎重な取り扱いを要する物品などを扱う場合の標準積載量で、これとは別に両路の平地などを走行する場合に適用される最大積載量という数値も設定されている。なお、陸上自衛隊の車両故障に重量が採用されている場合、その数値はすべて標準積載量を表している。1973年より、 それまでのボンネット型 TSD2 トンハントラックから更新され、現在では後日の改良型及び新型を含め更新を完了している。ダンプトラック型や地対空誘導弾の自走発射機型のほか、キャブ部分に各種の装備を積載したバリエーションも数多く存在する。十三式と呼称されるが、前述の通り製造コストの削減、民生品の活用の一環、 製造ラインの民生用車両との同一製造等による車両部品の共通化等により正式化対象から除外されており2003年度製造分の車両からは椅子自動車製造ラインの関係から同社が製造している他車種に導入されている部品技術も導入されている旧型車両の一部は海外派遣時に各部隊で防弾板の取り付け運転席と 助手席間にエアコン装置の取り付け、全消灯、速度表示灯の改良などの改良が施され、派遣終了後もその状態で使用されている車両が存在する。生産、配備された時期により3つの形式に分けることができる。初期型、改良型、新型の3種類があり、基本的には同じ車両ではあるものの、設計は異なる。 初期型及び改良型は、エンジン始動の際に、キー操作だけでなく、メインスイッチを操作しなければ電気系統が ON にならなかった。新型に関しては、エンジンキーを ON まで回せば電気系統も同時に ON にいるようにされている。1973年から配備された基本タイプ。初期型は全面に開口部があり、ラジエーターが露出している。エンジン停止には、 車両中央部の停止用スイッチを引く必要がある。トランスミッションはフルシンクロ化されておらず2から5速のみシンクロ化されている。フロントフリーホイールハブは手動ク式で前輪を駆動する場合は事前に下車して操作する必要がある。また前輪駆動させる場合は運転席左のスイッチもしくはレバーによる操作が要求される。シフトレバーは トランスミッション直結式でトランスミッションが若干後部にある関係上、シフトノブも後部から全部にかけて曲がったような形状をしていた。フロントウィンドシールドのワイパーは上部吊り下げ式で4本。また、フロントのナンバープレートはラジエーターのスリット、上部とガードメッシュ、下部の間に位置する。ブレーキペダルは踏み込み式で強力に作動させるためには、 数回踏み込む動作を要求されていた。サイドブレーキは、運転席左の床にあり、サイドを引く際、戻す際は前鏡になり、レバーの操作が要求される。1987年から配備された。変更点は、キャビンの大型化、エンジンの出力増強、ハブリダクションの採用など、5速マニュアルだが、シフトレバーは直結でなく、リンケージによるリモートコントロールなる。 SKW-464 には ABS が装備され、スロットルがドライブバイワイヤに変更されている。フロントウィンドシールドのワイパーは下部4本。フロントのナンバープレートはガードメッシュ左側、正面から見て右側に位置する。タイヤはバイアスからラジアルに変更された。ブレーキペダルに関しては、このタイプからオルガン型ペダルへ使用変更された。 エンジンストップは、ハンドル左下のスイッチを引くことで停止する。この形式までは、各種軽機類のスイッチは手元に引くタイプとなっている。1999年から配備された。変更点は、キャビンの形状、エンジンの出力増強、一般部隊に納入される車両に関しては、変速機を6速オートマチックや変更と、変速機のギア比率変更による、最高速度の上昇。 各手段自動車教習所向け教習車両の更新用には同系の MT 車を納入。シフトノブなどは当初改良型。2003年度、納入分以後は民生用に準じたものが使いれているし、後に納入された SKW-476 はエンジンが直列六気筒ターボに変更されているとともに当時、発展的であった大型トラック用 AT に関する 民生用の技術を導入した結果 AT の制御が変更されいる。2012年より納入された車両は方向指示器が増設されている。2000年初頭に納入された車両から適宜、速度表示等を装備しない車両が納入されるようになった。これ以外にもイスズ製民間用トラックをベースにしているため、主として排ガス対策で粘土によって細部が変更されている。 平成17年度納入者からはエンジンが V 型8気筒 8P 系から直列6気筒6、Z 系に変更された。このタイプからエンジン停止はキーの操作だけで行えるようになった。ハンドル下部付近にエンジン停止スイッチが存在するが仕様はキー操作だけでエンジンが停止しない場合などの緊急のみに制限される。この形式からは AT に 使用変更を行った当初の時期を除き民生品の活用の一環として、軽機類、パーキングブレーキのスイッチは民間のものに準じたものが使用されているほか、駐車ブレーキもワイヤータイプからホイールパーク式に変更されている大型車の AT にはパーキングが存在しないためと、ブレーキの強化が目的。最大積載量、乗車定員のみを見れば、道路交通法令上の区分は、 中型自動車となるように見えるが、上記のように、当該車種は、自長が、約8トンと重く、これに、路上での最大積載量の6トンを加えると、車両操縦量約14トンとなるため、大型免許が必要になる。また、自衛官が公務で操縦する際には、初級操輪操縦課程の教育を受講した隊員に、限定されている。2017年4月に、 神奈川県藤沢市にオープンしたい鈴プラザでは SKW の展示を行っており実際に運転席や後部2台に座り触れることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。